玄界灘に浮かぶ世界遺産沖ノ島など、古来から海と関わりの深い宗像市で環境問題を考える国際会議が今日から始まりました。今年で7回目を迎える宗像国際環境会議は、自然の摂理と生命の循環というテーマで3日間にわたり会議や講演などが行われます。開会にあたり上映されたビデオメッセージでは、小泉進次郎環境大臣が再生可能エネルギーの積極導入などを提言し、歌舞伎役者の市川海老蔵さんは環境問題への思いを語りました。この会議は日曜日まで開催され、新型コロナウイルスの対策でオンラインでも配信されています。この後午後7時からは関連イベントとして野村萬斎さんの狂言を、明日は市川海老蔵さんによる歌舞伎舞踊が YouTube で無料配信されます。